こんにちは、為替ウィークリーセミナーです。今週もよろしくお願いします。先週もドル高円安が大きく進んでテクニカルに注目された2016年のトランプラリーと呼ばれた大相場で記録したドルの高値もですね、一気に更新する展開となりました。これによってテクニカルな観点からは中期的なドル高の余地は一段と広がった可能性が出てきていますので、今回はそういったことについてもお話したいと思います。よろしくお願いします。まずはドル円です。ドル円の日足のチャートをご覧いただいております。こんな感じでですね、ドル円は先週も続伸してついに119円も超えるところとなりました。日足のチャートで見ると、こんなように8営業日連続陽線の後、水曜日の FOMC の後に、まあ一息ついて陰線がありますけれども、金曜日はすぐにドル高値更新となるなど、まだドルの強い地合いがついている印象が、ついているという感じです。こうやって見ると、ドルの持ち合い上離れの勢いっていうのはやっぱり強いなと、いうのを改めて感じるところです。ちなみにですね、週足にして、去年の1月からの、ちょっと週足にしてみますね。これ日足ですけれども、これを週足のチャートにしてみまして、去年の1月の102円のところから、ドル高トレンドがこうずっと続いてきたわけですけれども、それを振り返ってみると、ドル高の加速、今回のようなドル高の加速っていうのは、今回を含めて主に3回ありました。一つは、これですね。ここです。去年の1月からこの3月、4月にかけての局面というところ。そしてもう一つは、ここです。去年の9月末から11月にかけての、動きと。こういう感じですね。そして、今回ということなんですけれども、この3回に共通したのに、したのは、主に2つの特徴ということです。長く続いた高動きをドル高方向へブレイクするっていうのが特徴の一つ。そしてもう一つは、アメリカの金利上昇が止まるまで、ドルが続伸するということでした。まあ、いつも言う通り、高動きが長く続けば続くほど、相場のエネルギーが溜まりやすいので、高動きの終わりとともにですね、溜まったエネルギーの発散で、一方向へ大きく動くわけですけれども、今回の場合まさに、そんな感じになったということです。改めて確認してみたいと思いますけれども、今年に入ってからはずっと、まあ、安値がこの辺ですね。114円ぐらい。そして、高値が116円ぐらいのところをこうずっと今期がついて、これをきれいにこう上っ離れた形になっています。で、そうするとやっぱり、今期の中で溜まったエネルギーが発散されて、こう一方向に動きやすくなるという、典型的な、相場の展開ということだと思いますけれども。でですね、今度これをちょっと、長いチャートで、月足のチャートで見ながらご説明したいと思うんですが、月足にしてみると2015年からの展開にこうなるわけですけれども、先週のドル高で、これまで2016年のトランプラリーと呼ばれた、ここですね、ドル高大相場があったんですけれども、そこで記録した118円の60銭ぐらいの記録をですね、先週はついにこう更新してきたというところになります。振り返ると、ドルの重要な高値っていうのはこのトランプラリーで記録した118円の60銭近辺というところを抜けちゃうとですね、もちろん120円という大台はありますけれども、その後っていうともう一気にこの2015年の6月とかに記録した125円っていうところがね、テクニカルには、視界に入るような、流れになりますので、まあ、簡単にそこまで行くというわけではないですけれども、普通に考えると、中期的なドル高の余地が、
先週の動きを受けてですね、一気に広まっている可能性があるということは言えると思います。じゃあドル高はどこまで進むのか、125円まで本当にこう進むことになるのか、それどころか130円というね、ところに向かっていく可能性もあるのかといったことについて、火曜日に更新したウィークリー及びデイリーのレポートでその辺について書いてありますので、よかったらそちらの方も参考にしていただければと思います。続いてユーロです。ユーロドルのチャートで、ユーロドルで、これも、まずは冷やしてご覧いただきながら解説したいと思います。まあ、ユーロドルは、ドル円に比べて一足早く、ドル円よりも一足早く長くついた今期をユーロ安、ドル高方向、方向へ、そのブレイクしたという形になってるんですけれども、ユーロドルなんてもう、去年の11月ぐらいからですね、ずっと、この1.14ドルぐらいを高値に、そして1.12ドルかな、この辺ですね。ですから、1.2ドルぐらいをこう、ちょこちょことこうブレイクがあるんですけど、騙しに終わって、ここ上のあれですね。ちょっと、加減のところを引き直してみて、この辺なんですね。これが 1.12 ドルぐらいですけれども、だいたいこの辺のところをずっと、一進一退という項目がずっと続いてきたわけですけれども、それをご覧いただいてお分かりの通り、2月の下旬からですね、完全に下っ端になれると、ユーロ一段安に向かって、一気にも 1.08 ドル、割れ近くまでね、急落したということになるんですけれども、その後は、先週にかけてユーロも下げしぶる展開となっています。で、ここでですね、一つやっぱり注意していただきたいのは、この後に確認するゴールドドルなんかもまさにそうなんですけれども、このユーロドルも含めて、実は先週はですね、こういう具合にユーロ高、ドル安方向への展開となっているということです。要するに、さっきご説明したドル円で見ると、ドル円だけを見ているといかにもドル高の印象がこう強いんですけれども、実は、そのドル円のドル高が結構例外的なものであって、ドル円以外では、むしろ先週はドル安がこう目立っているというところはあるんですね。この辺はちょっと一つ気になるところです。で、先週はまあ、水曜日の FOMC の後から株高がこう一気に世界的に広がるところとなったわけですけれども、最近の傾向として、株高リスクオンはドル売りというふうになることが多いので、その影響があって、ユーロドルなんかこうやってユーロ高ドル安方向に触れたという可能性はあるんでしょうけれども、それにしてもユーロドルは長く続いた、先ほど説明して 1.12 から 1.14 ドルを中心とした攻撃をユーロ下っ端ないとなったわけですから、普通なら元のレンジまでしばらく戻らない可能性が高いので、1.12 ドル以上に戻らないということであれば、まだ、ユーロ安ドル高の流れには変わりない。あくまでもこのユーロの反発っていうのは一時的なものということになると思いますので、まずはその 1.12 ドル以下で ね、展開が続くかどうかっていうところを、今週も注目したいと思います。続いて、5ドル米ドルも見てみましょう。5ドル米ドルですけれども、こんな感じですね。先週は特に、週末にかけて、週の半ばから後半にかけては、一気にこう5ドル高に戻すという、展開になりました。こちらはまあ、ユーロドル以上に、本当に、大きく5ドル高、ドル安へ戻すところとなったんですけれども、リスクオンのドル売りとともにですね、先週は原油相場も週後半に大きく反発したので、まあ資源国通貨である5ドルとしては、そんな原油高につれたといった影響もあったんじゃないかなと思います。ところで、そういう中で、ご覧の通り 0.74 ドルといった水準までこうやって5ドル米ドル戻してきたわけですけれども、この水準は52週移動平均線が位置する水準ということなので、結構やっぱりトレンドを見極める上で重要なところまで戻ってきたというふうに言えると思います。
経験的には、トレンドと逆行するあくまでも一時的な、5ドル反発に過ぎないということであれば、この52周線前後までがせいぜいということで、これを大きく長く、上回る可能性は低いんですけれども、そうであればですね、まだ、この5ドルの反発はあくまで一時的なもので、流れとしては、5ドル安、米ドル高が、こう続いているということになるんですけれども、一方で、逆にこの 0.74 ドルを大きく、上回ってくるようだと、実はもう、5ドル安、ドル高のトレンドは終わっている可能性も出てくるということなので、この 0.74 ドル近辺での、攻防っていうのは、トレンドを、見極める上で、やっぱり注意が必要なところだと思いますので、まあ、そういうつもりでですね、これはいただく必要があると思います。最後に、いつものように経済指標カレンダーを使いながら、今週の注目材料について、確認してみたいと思います。今週は、まあ、先週の FOMC が、とても、大きな注目を集めましたけれども、それに比べると、まあ、それほど目立って、大きな注目材料があるということではないわけですけれども、まあ、このカレンダーにはないですけれども、ウクライナ情勢依然として、予断を許せないようなね、状況が続いていますので、ウクライナ情勢なんかを睨みながら、一喜一憂する展開ということはあると思いますし、そして今週の特徴としては、木曜日に、金融政策会合がいくつかこう集中するというところがありますので、ここは一つポイントになるのかなと思います。例えば、ここにある通り、南アフリカと、そしてスイス、そしてこのカレンダーにはないですけれども、メキシコの金融政策会合もこの日に予定されています。で、この中でスイスの方は今マイナス金利政策を取っているわけですけれども、南アフリカなんかは今回も、3回連続での利上げが予想されています。南アフリカはランド円もですね、最近強い相場が、続いているんですけれども。で、僕から言わせると、もう5年移動平均線を、上回った状況が続いているので、中長期的に結構高値警戒、警戒感が強い、数字にはあると思うんですけれども、そういう中で3回連続の利上げということになってくると、これを材料にですね、さらに、上値をトライする可能性も十分あると思うんですが、そんな感じで、南アフリカの金融政策会合木曜日ということですから、このあたりは注目材料になると思います。ということで、まあ、今日ずっと話したみたいに、為替相場、ここに来てドル円もすごく動くようになってきていますので、材料、注目材料ということとは別にですね、しっかり、ここはトレードチャンスということで、皆さん頑張ってやってください。では今週も、頑張ってみましょう。失礼します。